今回購入紹介するのは、なんだ百英雄店かな、ライジングまあってやつで、プレステ5のソフトで、なんかね、これちょっとソフトを紹介する前に、なんだろう、特典なのかな、サウンドノベルじゃない、サウンド CD かな、がついてる。まあ、なんかデモとか言って、デモって言うと、使われてないやつなのかな、落ちたやつ直前に。なんだろう、ついてる。で、その CD、多分ね。CD。と、こっちがね、さっき言ったソフト本体ね。百英雄で。ちょっと、これはね、ちょっと、パス。よくわかんねえが。で、ちょっと見にくいんだよね、また。なんだ ?100 の英雄が集まる、その少し前、そこには3人の物語があった。そうそう、なんかこれ、本来のストーリーが後で出るのかな、その本編が。その、なんだっけ、その前日談みたいなやつだったような気がする。ガルー、イーシャと共に白英雄伝の世界を体感せよ。だよね。あ、ほら、なんか書いてあるね、その最後に。最後にね。そして百英雄伝、引き継がれる。お楽しみ要素も。そう。引き継ぎがあるってこと。そう。だから、ちょっとボリュームある体験版なのかな、わかんないけど。違う、外伝版って言ったらいいのかな、その体験版って言ったら失礼だよね。で、気になる容量が、2.4GB 以上。2.4GB。低いね。低いね。あの、さっきディスガイアよりは高いけど。高いけど、多いけどね。でね、結構、この画面もいいんだよね。これ世界観、あの、なんだっけ。やってないからわかんないけど、世界観、このなんだ、グラフィックの世界観に惹かれて買った。あ、見た時に面白そうだな。だから実際やってみないとわかんないけど、ロールプレイングだよね、多分。アクションロールプレイングなのかな。アクションは危険じゃない？多分。なんか、ここら辺の絵がアクションっぽいよね。もう相変わらずよく調べないで買ってるって。そうそう。あ、だからね、まあ、共感してくれる人もいるけど、調べたらつまんないでしょ、ゲーム。ジャンルぐらいは調べた方がいいよ。まあそうだけど、でもほら、この画面気に入ったから。これ調べてるから。これ見てるから。こういう画面見てるから。でもね、だから、調べちゃつまんないんで、やっぱり。あの、チンパ的に言えば、あの、小説のなんだよ、サスペンスの小説の犯人とかを知っちゃうようなもんだから。あの、よくさ、テレビとかでもあるでしょ？あの、ドラマの予告が行き過ぎてて、分かっちゃうようなやつ。だからそういうの見るとつまんないじゃん。やっぱ興ざめしちゃうじゃん。なんか見なくてもいいかなって。もう大体これでいいや、みたいになっちゃうから。そうなりたくないから。新鮮な喜びを味わいたいでしょ？なんか。おぉみたいな。だからそういう風に調べないで買ってるから、まあ大体分かんないんだけど、でも、あの、グラフィックの画面を見る限り自分好みだった。うん、パケ買いみたいな。そう、パケ買いみたいな、そう、感じ。で、まあ実際やって面白かったらいいかなって。まあ、クソだったら投げるかな感じ。じゃあ以上でーす。